銀河3号は北朝鮮で開発、製造された3段式の液体ロケット。以前に人工衛星の軌道投入に失敗した銀河2号の改良型である。銀河2号を含めてテポドン2号ミサイルの改良、派生型と考えられている。なお、銀河3号は衛星打ち上げに使用される機体に名付けられた平和目的を主張するための別称であり、 長距離弾道ミサイルとしての名称は火星13号であるとする報道があるが、グローバルセキュリティでは KN-08 を火星13としている。このように打ち上げ機とミサイルでほぼ同じ設計のロケットを使用し、異なる名称をつけることは、ロシア、アメリカ、中国などでもかつて行われていた。二0十二年四月八日に、同国平安北道鉄山群東総里に新たに、 建設された岩場、再衛星発射場とロケット、銀河3号、人工衛星、光明星3号が外国から招待した報道陣に公開された。そして4月13日に光明星3号を搭載したとみられる本機が発射されたが、打ち上げは失敗し、航海に墜落した。同日中に北朝鮮は打ち上げの失敗を公式に認めたが、 これは発射の事前に車上や各種施設が外国の報道陣に公開されたことと合わせて異例なことであった。同年12月12日に4月の実験の時と同盟の本機で人工衛星光明星3号2号機が発射された。北朝鮮は発射後しばらくして衛星の軌道投入に成功したことを発表し、同日中に 北アメリカ航空宇宙防衛司令部も衛星の軌道投入成功を発表した。これは北朝鮮初の人工衛星の軌道投入成功であった。これに対して日本、アメリカ、韓国のマスメディアでは北朝鮮の弾道ミサイル技術は進展しているが未だ核弾頭を搭載できる完全な大陸間弾道ミサイル技術の獲得には至っていないと分析する報道がなされた。 北朝鮮が開発、製造するロケットは北朝鮮の弾道ミサイル、核開発計画と表裏一体の存在であると国際社会から見なされていることから国際連合安全保障理事会決議1718と決議1874で発射しないよう強く要求されており2012年4月の発射の後には発射を非難する議長声明が 12月の発射後には制裁決議の決議2087が採択されている。2012年12月に韓国が航海に落下した銀河3号の残骸を引き上げて米韓合同で調査した結果銀河3号はスカットやノドンの技術を基盤に北朝鮮が独自に開発したものであることが確認された。技術水準は60年代から70年代の ソビート連邦の弾道ミサイルの水準や、ノドンと同等水準と分析された。メインエンジンは、テポドン2号と同じく水力27トン級のノドンのエンジン4機をクラスター化したもので、一段用の姿勢制御用の補助エンジンは4機の3トン級エンジンであった。燃料はケロシンに炭化水素系化合物を添加した物質で、酸化剤は赤炎症酸,酸であった。 10個程度のセンサと一部電子機器は中国などの後、各国の外国製が使われていた。日本の防衛省は、この北朝鮮のロケットは、射程1万キロメートルを超え、アメリカ本土を射程に収めている、可能性があると分析している。2013年1月25日に開かれた安全保障会議で、この分析の報告書が、小野寺いつのり防衛大臣によって報告された。 ウィキメディアコモンズには、銀河3号ロケットに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。